分かりやすさが大切なんだな。分かりやすさ、目で心で感じるって、もう目で見せる。これ1本2本にはやっぱ1000本ぐらい立てなきゃいけないってこと。1000本ぐらい、うん、何でも。これどういう、でも歴史的にどんどん増えたんだね。最初はこんなじゃなかったかもしれない。なんかこれ口張ったら空きが出るから、そこに立てられる権利が。あー、さっき今一本口張ってそうになったよ。はい、これ朝市とかもやってるんですか。はい、はい、社長と同じようなあえてここ走るという。あえて走る。でもここ走るのは迷惑だな。京都のお寺はずっと回ってるかもしれない、もしかしたら。あ、テラランニングシュラーエアのテンポラン。でも多分テラランニングの中でここが一番過酷だと思います結局ね。これやっぱ初めてかな、これ、うん、昔からでも人気あった。人気ありましたよ、うん、そうだね。定番ですね。定番。あ、定番なのか。バンドのこの PV とかで、本名座。本名座、うん、絶対そうだと思った。あれ、これなんかよく見たことあるなと思った。なんかもうなんかこれって朝とかもやってるのかな。朝やってますよ、すげえ早く中村やってる。あ、じゃあ人がいないときは結構すごく、ま、もっと良さそうだね。もっと良さそうだ。こういう口張ってたやつが立てる権利が出てくるね。っていうことです。確か、なんかこの間テレビやってました。口張ってると次の人がやってられる。ああ、これでかいな。結構根元いってるやつありますか。うん。おお、なんかいいね。やっぱ上に行けば行くほど良くなる。うん。130万、17万6号、
で一番でかいのは15だね、たぶん。すごい、これかっこいい。誰がやったか分かりづらいんですよ。まあそこはいいんじゃない。いいね、だんだん人が減ってきた、はい、みんな脱落してきたな。すごく景色がいいとこあるんですよ、途中で。で、そこでみんな折り返したの。あ、まだ先ってこと。まだ標高差がな、260、600m ぐらいあったかな。あれが拷問でした。見てないよ。ちょっとあれですよね。景色を楽しんでるっていうよりも、登りきってやるっていう意味だけで歩いてますよね。いや、もうちょっとさ、景色が同じじゃん。いやいや、まあ確かにそうですけど。変化のところまで行こうかな。だんだん速くなってますね。一気に登ってやろうっていう。いや、できるだけ人のいないところまで行こうかな。なるほど。いいね、やっぱね。いいすね。俺クラマも好きだけど。あれなんだ、かっこいいな。なんだろう、すげえかっこいい。最近建てられたような。え、あれ何、休憩どころ、それとも何でもないのかな。休憩どころじゃないですか。休憩どころかな。まだだった。右行ってこう帰ってくるのかな。どっち？まだまだですよ。ここ全然まだまだです。どっち？あっちじゃないですか。こっちか。これあの参考メンバーみたいな。カラスが。Thank you.
これ千本くぐったら千回お祈りしたみたいになるのかな。いや、そんな感じなんだ。かっこいい。音色聞くだけだよ。ペースタイムがペースタイムと違います、ね、そうやな、すごいと思う。言われたけど、でもそれは熱くなってきたな、脱ぐわ。